はい、どうもリンダマンです。今日のテーマは安くで旅行に行く方法を教えちゃおうと思います。今日もですね、ブルネイという国に来てます。この国ちょっと簡単に言うとね、世界で最も豊かな国と言われていて、世界に7つ星ホテルっていうのは2つしかないんですが、そのうちの1つがドバイのバージュアルアラム、そしてもう1つがこのブルネイのね、僕が泊まってるエンパイアってところが世界にたった2つしかない7つ星ホテルと言われています。僕は2日満喫しましたんで、今からバリに移動するんですが、今回ねこうやって旅をしてる間にも結構メッセージをいただいたんですが、まあリンナマンでどうやって旅行を決めてるんですかとか、どれぐらい安い旅行に行く、なんかノウハウみたいなあったら教えてほしいんですみたいなね、メッセージをたくさんいただきましたんで、今日はその辺についてお届けしていきたいんですが、最近ね、例えば海外の人が六本木あたりにこう旅行に来て、仮に1ヶ月住んでたとしますよね。そうすると1ヶ月でだいたい100万円ぐらいかかるんです。今六本木なんかホテルだいたい1泊2万5000円ぐらいしますし、30泊で75万じゃないですか。それに食費だ、クリーニング代だ、交通費だって入れるとペロって100万円かかるんですよね。やっぱり旅ってものすごく時間とお金がかかる、まあ、遊びの一つだと思うんですが、まあそれぐらい、まあパリなんてもっと高いですしね。そんな中僕はですね、例えば2年ほど前にもトルコに行ったんですね。そこはもう19,800円で約2週間ぐらい旅してきました。泊まったホテルはシェラトンとかゲストハウスじゃなかったんですよね。まあこういった感じでちょっとなんか情報のアンテナなんかを変えると安くで行ける旅行なんかもたくさんあるし、ちょっとした工夫でできることっていっぱいあるんですよね。今日はこういったお得になる情報を皆さんにお届けしていきたいと思います。鳥が鳴いてていい感じですね。まず旅行っていうのは取り方、情報の取り方や予約の仕方で全く料金が変わってきます。例えば CM もやっていますが、こういうトリパゴっていうね、まあ、これなんかホテルの予約比較サイトで、例えばこのブルネイのエンパイアホテルっていうのをトリパゴで検索すると、どの予約サイトから行くのが安いかということを1回でね、まあ、見積もりを出して最安値を教えてくれるみたいな、こうやってホテル一つ取るのだって情報だったりするわけですよね。まあ僕なんかは、国内で言うと結構楽天トラベルを使うことが多いんですが、楽天トラベルさんまあ安いっていうのもあるんですけど、楽天ポイントが貯まりますんで、僕なんかその貯まったポイントをね、楽天証券でポイント投資をしたり、まあうまく工夫をしてますんで、まあこういった感じでどうやってポイントを貯めるか、どこから予約するかで全く違うんですよね。でもそんななんか電話で未だに一番正規料金で予約してる方もいらっしゃると思うんです。まあインターネットなんかを通じてこうやってアプリをうまく使っていけば、まあ、お得な情報っていうのはたくさんあるってことです。そしてね、意外や意外、例えば LINE トラベルっていうところが出してるその LINE アットであったり、まあ旅行会社がやってるメルマガなんかもたまにね、激安な案件が来たりするんですよね。まあ要は旅行会社はキャンセルを埋めるためにそこをもうただ同然で開放するみたいなパターンもありますし、結構僕はそうやって大手のツアーなんかも見ることが多いです。まあツアーに参加するとね、まあ、おじいちゃんおばちゃんがいっぱいいて、なんかこう引きずり回されるんで、僕は個人的にあんま好きじゃないんですが、ただね、結構初めて行く国だったり、あとは例えば日本も北海道から九州まで自己手配で行こうと思ったら結構大変じゃないですか。例えばこう東京、名古屋、大阪、九州みたいなのに行きたい場合は、そのツアー会社がこう車でランドを手配してくれたりもするんで、あえてそういうツアーに参加するっていうのも一つの手ですよね。まあ、僕なんか結構たまにツアーも行きますけど、ツアーに参加してもう自分でぐんぐん回ってしまうっていうね、途中で離脱したりもしますし、まあ、嫌なタイプのお客さんかもしれませんが、意外とツアーも穴場だったりするんです。そしてね、航空券なんかはこのスカイスキャナーっていうので結構僕は取っています。このスカイスキャナーっていうのは、例えば今回みたいに東京、ブルネイ、バリ、コモド島、そしてセブ島、そして東京、こうやって複数の土地に行くときに一個一個こうチケットって取っていくと思うんですが、このスカイスキャナーはこの航路で行く場合はここが一番安い、でもこの航路だと経由を2カ国しなきゃいけないとか、直行便がいいとかね、その中で朝出たい、夜着きたいとか、それで細かく設定して検索することができるので、僕は結構スカイスキャナーなんかを使ったりしています。まあ、あとはジェットスターとかね、バニラエアとかよくやってますが、まあ僕はあんま使わないですが、そういう安いキャンペーンを狙うっていうのも一つですよね。やっぱり一番早いのはツイッターあたりが一番情報を取るの早いと思うんで、そういうところをフォローしておいて、例えば10円でチケットがたまに出たりしますよね。そういう安いチケットをゲットしていくっていうのも一つです。僕も3年ぐらい前かな、ピーチ航空で石垣島に980円で行ったことありますが、まあそういうキャンペーンを狙うっていうのも一つの手だと思います。まああとはですね、まあ、僕なんかは結構マイレージを貯めるんですね。今オカマイラーって言って、飛行機に全く乗らないんだけど飛行機のマイルを貯めるっていう手もあるんですよ。まあ僕はこのマリオットさんがやってるバンボイっていうね、ボンボイかがやってるこの SPG カードっていうアメックスカードを持ってるんですが、まあこれでね、まあポイントを有効に貯めていくんです。まあ例えばマンションの敷金なんかをカード払いにするとか、車がもしカードで買えるんだったらカードで買うとかね。そうするとこうポイントをマイレージに貯めることができるんで、まあ、僕の場合で無料で1回ファーストクラスに乗れるぐらいのマイレージが貯まったりします。これね、概要欄に貼っときますので、ぜひ活用してみてください。この SPG カードって結構良くて、ちょっ
ね、スーパーの支払いなんかをカードに切り替えていくだけでマイレージがぐっと溜まっていきますんで、で今だとなんか確か初回3万6000ポイントぐらいつくと思うんですよね。で、あと、このボンボイに入ると、年に1回だけマリオットに無料で泊まれるとか、まあそういったメリットもあるわけです。こうやって情報をね、ちゃんと取ってみたり、選択を変えるだけでお得な情報とか、無料で泊まれるとか、たくさんあるんですよね、世の中には。ぜひね、情報を取れば皆さんお得に行ける旅なんかいっぱいありますんで、今日は旅行に特化して話してますが、これ物を買うときだって同じですよね。今だったらこう、PayPayのキャンペーンで買うと 10% 還元されるとか、Dポイントだと今 20% 還元されるとか、まあこういった情報にアンテナを張るっていうのも一つだと思います。まあね、今日は旅行についてお話しましたが、旅行っていうのはやっぱり最初に話した通り、お金だけじゃなく時間がかかりますよね。もちろん安くで行く旅行っていうのは大事だし、僕もその辺は気を使って、なるべくお得に行ける情報っていうのは取ってますが、逆を言ってしまえば、もっとお金と時間を確保できる活動もやっぱしていくべきなんですよね。やっぱり同じハワイに行くのも、ただツアーで6万円のハワイに行くのも一つですけど、あるね、いいホテルのスイートに泊まって、そこで優雅な気持ちになって、そこでインスピレーションを下ろしてよりいいアイデアを生み出す。ちょっとね、3万ぐらいのホテルかもしれませんが、3万円投資していいインスピレーションが例えば降りてきて、これから収入が上がるんであれば、それは十分投資になるじゃないですか。まあこうやってちょっとお得にいける情報なんかも取りながら、やっぱりより収入を増やし、より時間を確保するってことも頑張っていかなきゃいけないなと思うんです。僕は今からこれからね、空港に移動して、これからバリ島に入ります。これから約1週間ぐらいバリで過ごして、今回ね、ゾウさんと一緒に泊まるホテルみたいなとこも泊まりますんで、またそこも皆さん配信しますから、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日の配信は終わりますが、このライハック TV ではこういったお得な情報も配信しますし、考え方だったりデバイスであったりツールだったり、そういったものをね、ライフハッキングしていく情報を皆さんにお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。